ただリアル3コンソーです。はい、今回はオートポリスということで、全10台がレースに参加します。まず306台がいますね。さあ、まずはスターティングリッドを紹介していきます。まずはカーナンバー16番、なんかこれ GT オラチャレンジ分かりますね。さあ、ルーキープレイヤーです。さあ、そして2番手スタートはロスマンズポルシェですね。 JRB 選手ポルシェ、そしてパルス選手は GT ワールドチャレンジですね。こちらもね、はい、 R8 です。パルス、そしてハヤテミラーのフェラーリ、そしてシルイシームさんかな、シルイシームさんの、まあこれ初音ミクですよね、初音ミク4号車、そしてエムスカイ選手のディジョン GTR、 以上6台です。 GT の300クラス、500クラスは昭和化選手が珍しくスタンレーの NSX、 そしてドンテツ選手のシルクカット、それからキーチ選手のメガネチは3番手、4番手には Z となります。さあ、このコースはとてもテクニカルなので、何が起こるか分かりません。スーパー GT でもね、毎年毎年波乱が待っていて面白いコースの一つであります。さあ、現在がテクニカルセクターセクター3に入っています。これね、コースサードもね、少し狭いですからね、抜きづらいコースです。まずはスタートしていきますね。 GT300 クラスから、さあ行きましょう。さあ、まずは裏間を先頭にごちゃごちゃになっているこのスターティンググリッドですけども、今スタート、おっとスタートしない、スタートして、あ、そっちか、そっちからスタートしたんですね。コントロールラインから1個目じゃなくて2個目でスタートしました。さあ、まだ JRB 選手が飛び抜けていくか、 JRB 選手がまだ飛び抜けていきます。ハヤテミラー選手、それからパルス選手と続いていきます。500クラスもスタートしていきます。さあ、スタンレーを先頭に今スタート。さあ、シルクカットがイン側を狙っている。さあ、4台のバトルになります。3メーカー水の前、アウターからシルクカット、オーバーランダー、あー並んでいった。さあ、メガネ市場がごっつぁんです、メガネ市場ごっつぁんです。ここでトップ浮上。さあ、昭和化選手2番手、3番手には元 GT 選手。さあ、突っ込んでったー、初音ミク5番手から突っ込んでいきましたが、結局5番手レイツブレーキング行き過ぎました。さあ、これトップロスマンズ、早いですね。ロスマンズ2番手には浦田です、ルーキープレイヤー。3番手にはハヤテミラー。さあ、トップから4番手まで全部ミッドシップレイアウト、全部ミッドシップリアにエンジンがある車です。さあ、5周なのでね、まあ、短いレースでありますけども、とても見応えがあるレースかなと思います。
まあ、これ2位から4位までは全部は GT ファールチャレンジですからね。危ない危ない。もうちょっとアレイトが来てました。さあ、トップは9112番手には浦冠、3番手には4ゴッパ、488ですかね。488、4番手には R8 か、R8 になります。その後ろには初音ミック、おー、スピンアウト、早手ミラー、4ゴッパがここでスピンアウト。さあ、そこにディジョン GTR もね、6番手走っています。さあ、メガネ1番がトップです。500から2番手、小学科3番手に元 GT、 4番手にドンテツです。元 GT は小学科に追いついてますね。さあ、スープラ VS NSX。うまく速度を乗せているか、ここは仕掛けられない。さあ、300クラスを見ていきましょう。トップ3が逃げている状況です。トップ3がバンパー2バンパー、うわー、ロスマンズ今危なかった。いやー、今危なかったね。今あとすごかったですけども、さあ、あとこれディジョンがリタイアです。ディジョンがリタイア、ディジョン GTR リタイア。さあ、ここみんな飛んできた。さあ、ストレート勝負、ロスマンズ、ポルシェが意外と差し向かえるストレートスピード。ウラカンが来た、ウラカン来る、ウラカン来るけど行かせない。ああ、ロスマンズブレーキロック、これでウラカンが前か。まだ食らいつくポルシェ、ロスマンズ。さあ、トップに出るのはウラカンです。ウラカンが前だ。インがかかっているロスマンズ。いや、これでルーキープレイヤートップ。さあ、アウトから並びかけてくるパルス、ここはいけないか。さすがにいけません。その後ろから初音ミクも来ましたね。これ500クラスにかわされていきます。さあ、その後ろ元 GT と小学科ちょっと離れましたね。さあ、次の300クラスとの絡み、とても重要です。でも、危ない危ない。さあ、初音ミクがちょっと失敗しましたね、今ね。さあ、これは早手ミラーチャンス。その後ろはドンテツが来ました。ドンテツがアウトだから、ああ、今。さあ、仕掛けるチャンス、元 GT 来た。今リアが流れてしまったスタンデー。さあ、インガーから仕留めでいった元 GT 前だ。さあ、そしてキイチがもう300クラスのトップに落ちてきた。さあ、2番手争い、サイドバイサイド、ロスマンズ、ロスマンズ来る、当たってる、ロスマンズ行かせない。さあ、元 GT と小学科のバトルがここに来るとなるときっと面白いですね。さあ、この2番手争いと300の2番手争い、さあ、とても面白いことになりました。さあ、このインフィールドで並んでいる、さあ、前が塞がれた。これはどこに行けばいいんだ。テント、インが開いた、インが開いた、インが開いた。その隙にパルスが行く、パルス行く、パルス行くぞ。いや、まずはこっちか、まずはこっちか、まずはこっちだ。当たっている、スタンレーが前か、スタンレー前に出ました。また前。さあ、その人 GRB が前か。さあ、どうだ、これはまだロスマンズ前だ。ドリフトしながらレイト。さあ、サイドバイサイドで300クラスをかわしていく元 GT と小学科。
さあ、キーチは次の周でファイナルラップです。さあ、全然抜けないパルス2番手争い、そろそろ終止符を打ちたいところ。さあ、ドンテツが、さあどうか、 GRB の後ろ、ザ・パルス、このホームストレート仕掛けられるかどうか。アウトだ、アウトが入っていく。ブレーキング粘った、粘った粘った、前出た、大外刈り成功。さあ、そして500の2番手争いはテール2、テール2ノーズ、テール2ノーズ、バンパー2バンパー、危ない。さあ、2番手争い、元 GT と昭和か。さあ、まずはキイチが10回フラッグを受けます。はい、さあ、トップチェッカー最終コーナー立ち上がって、キイチがトップチェッカー、2番手にはスタンレーかな、2番手スタンレーか、スタンレーが2番手、3番手依然と4番手にアシリックカットの NSX。 さあ、300クラスはどうやらルーキープレイヤーがトップチェッカー、2番手にはパルス、3番手には GRB、4番手争いはハヤテミラー、5番手には初音ミクという結果になりました。さあ、スーパー GT スプリント、トップチェッカーオートポリス戦はキイチが制しました。そして300クラスはルーキープレイヤーが制しました。おめでとうございます。これにて今回の動画は終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。